はい、皆さんこんにちは。今回はカンコレ一番くじの、しぐれ会2のアートスケールフィギュア、のレビューをしていこうと思います。奇跡的に当たりました。田んぼの真ん中にポツンとあるコンビニに、ほぼ手つかずで置いてありましたね。田舎万歳。しかも発売から2日目ですからね。ある意味すごいですね。では早速拝見しましょう。手に取った第一印象は、重い。かなりの重量を感じることができるしぐれですね。はい、ビニールが取れました。かなり、可愛い感じです。この触覚も折れていなくて、綺麗な状態です。なんか折れてるという人もいるみたいなので、ちょっと心配してました。で、この胴体の部分のビニールを、取り外すのに、頭部を外さないといけない。おっかなびっくりで外します。外れました。これ首の白い棒が斜めになっているのは、もともと少し首をかしげているからですね。ビニールも取れました。顔の出来はね、かなりいいんじゃないでしょうか。かわいい。そして改めて頭を合体しない。重量をね、測ってみようと思います。透明なトレイの重量は抜いてます。まずは頭部から計量していきます。突然手袋をはめてますねー。あまりの出来の良さに、緊張したんでしょうねー。さて、頭部の重量は、約 320g くらい。結構な重さですねー。ちなみにこの夕張のフィギュアで重さが約 100g。ということで、いかに重いかというのが、多少分かってもらえたらと思います。続いて胴体部分です。はい、なんと頭部と同じ重さの、約 320g。なかなかの重さです。最後は全身の重さを測ってみます。このしぐれは、夕張、6人分、の重さと同じになります。しぐれは重かった。では細部を見てきましょう。まずは追随する目。角度によって目の位置が視線移動しているかのように見えます。これはすごい。顔ばかりに目が行ってしまいますが、他の部分も、綺麗な作りに見えます。髪はクリアパーツみたいですね。正面から。このしぐれは光の加減でかなり見た目が変わるので、自分の技術では良さを伝えきれないと思うんですよ。人によっては怖いとか不気味という印象も受けるみたいですね。なのでヤンデレのしぐれも表現できます。横顔や斜めの角度の表情がすごくいいです。この角度とかね。ちゃんとこっち見てるように見えますね。背中の肩甲骨の感じとかもいい感じです。なぜかゆっくりうなじに接写してますね。変態ですね。この唇の造形も素人目線ですが、すごい綺麗です。
鎖骨もいいよね。若干煽り気味で撮ってみました。下の方にも少し目線が動くみたいで、上目はあまり移動しないようです。めっちゃ見られてますねー。自分みたいな素人には光の当て方とかがよくわからなくて、綺麗に撮るのは難しいです。今これ適当にライトをいろんな方向から照らしてますね。部屋全体を暗くして手元のライトのみで撮影するとこんな感じ。一番くじのサイトでも照明によって全く別表情を見せてくれますと書いてあるので、いろんな照明で遊ぶのも楽しいかもしれないです。思いっきり強い光を浴びせた状態。撮影環境も良くないのでしょうがないんですが、実物はもっと綺麗に見えます。簡単な大きさの比較です。後ろの波が全長約25センチ、メロンちゃんが20センチくらい。しぐれでかい。ここからは写真です。気になるところは一時停止で。Thank you.
いかがだったでしょうか。一番くじ、しぐれ会に、アートスケールフィギュア。今までにないタイプのフィギュアで、人気も高まりそうです。ぜひ現物を手元で見てください。その他の戦果はこちら。師匠が分身してますが、それ以外は、ダブリもなし。なかなかの引きだったかな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。